普段パソコンやタブレットを使っていて、こんなトラブルに遭遇したことはありませんか？パソコンやタブレットを使用している途中に更新による再起動が始まり、作業が中断してしまった。休憩中にパソコンやタブレットが再起動したことで作業途中のデータが消えてしまった。外出先でパソコンやタブレットの更新が始まり、更新データのダウンロードに多くの通信量を消費してしまった。このようなパソコンやタブレットの更新に関連するトラブルに遭った経験がある方もいるのではないでしょうか。最新の Windows 11では、パソコンやタブレットを快適に更新するための機能が備わっています。これらの機能を使い、パソコンやタブレットを快適に更新しましょう。まず、パソコンやタブレットを更新する時間を調整し、作業をしている間に再起動しないようにしましょう。Windows 11にはパソコンやタブレットをよく利用する時間帯、アクティブ時間を設定することができます。アクティブ時間に指定した時間帯には更新や再起動を行いません。更新や再起動はアクティブ時間以外の時間帯に行われます。例えば、学校や会社でパソコンを利用する場合、8時から17時をアクティブ時間に設定します。更新や再起動は非アクティブ時間の17時から翌朝8時の間に行われます。アクティブ時間を設定することで、更新や再起動によって作業を中断することなく、快適にパソコンを利用することができます。それでは早速アクティブ時間を設定しましょう。まずはタスクバーの Windows ボタンをクリックし、設定をクリックします。Windows アップデートをクリックし、詳細オプションをクリックします。表示されるアクティブ時間を確認しましょう。アクティブ時間を変更する場合は、アクティブ時間を調整するを自動から手動に変更し、開始時刻と終了時刻を設定します。再起動によって作業を中断しないよう、メインのアクティブ時間を設定しましょう。次に、再起動によって作業途中のデータが消えてしまうことを防ぐために、ファイルを自動保存しましょう。パソコンやタブレットのファイルを自動保存するには、マイクロソフトのクラウドサービスであるワンドライブが便利です。ワンドライブを設定していない場合、ファイルはパソコンやタブレット自体に保存されます。この場合、自動保存がされないため、ファイルを変更するたびに手動で保存する必要があります。手動で保存をしていない状態で、パソコンやタブレットが再起動すると、作業したデータが失われてしまいます。ワンドライブに自動保存する設定を行っているフォルダにファイルを保存するだけで、自動で最新のファイルがワンドライブに保存されます。ワンドライブを活用すると、ファイルを変更するたびに自動保存されるため、再起動したとしても作業途中のデータを失うことがありません。また、パソコンやタブレット自体にファイルを保存していると、故障し、起動できなくなった場合にそのファイルを開くことができなくなります。しかし、ワンドライブにファイルを保存すると、他のパソコンやタブレットから同じファイルにアクセスできます。ワンドライブにファイルを保存することで、パソコンやタブレットの故障にも備えることができます。ワンドライブを設定し、再起動しても作業したデータが消えないようにしましょう。まず、Windows ボタンの右にある検索ボックスにて、OneDrive と入力し、表示されたアプリ、OneDrive をクリックします。このように、OneDrive のフォルダが表示された場合は、自動保存の設定は完了しています。表示されたフォルダにファイルを保存することで、自動保存がされます。一方、このようにサインインが求められた場合は、OneDrive の設定は完了していません。Microsoft アカウントでサインインし、OneDrive を設定しましょう。Microsoft アカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、サインインします。
マイクロソフトアカウントを持っていない場合は、アカウントを作成をクリックし、アカウントを作成します。パスワードを入力し、サインインが完了すると、ワンドライブの設定画面が表示されます。ワンドライブに同期をする、つまりバックアップするフォルダを選択し、バックアップの開始をクリックします。同期が完了し、ワンドライブの準備ができましたと表示されたら設定は完了です。表示されたフォルダにファイルを保存することで、ワンドライブにファイルを自動保存しましょう。最後に、会社先など通信環境が悪い場所では、パソコンやタブレットの更新をしないようにしましょう。一部のパソコンやタブレットでは、Wi-Fi に加えて LTE 回線を利用できます。この場合、LTE 回線で更新データのダウンロードを行うと、多くの通信量を消費する、あるいは時間がかかる場合があります。LTE 回線利用時には更新しない、つまり、Wi-Fi 接続時のみ更新するように設定することで通信量を抑えることができます。タスクバーの Windows ボタンをクリックし、設定から Windows アップデートをクリックします。詳細オプションをクリックし、重量課金制接続で更新プログラムをダウンロードするをオフに設定します。この設定により、LTE 回線を利用している際は更新をしません。外出先での作業中に更新によりネットワーク通信が遅くなったり、通信量を消費することを防ぐことができます。では、今回紹介した設定をおさらいしましょう。まず、作業中に再起動させないようにするために、アクティブ時間を設定しましょう。次に、再起動により作業途中のデータが消えないようにするために、クラウドサービス、ワンドライブにファイルを自動保存する設定をしましょう。3つ目に、ネットワーク通信が遅い外出先で、パソコンやタブレットの更新をしないようにするために、Wi-Fi 接続時のみ、更新データをダウンロードする設定をしましょう。パソコンやタブレットを更新し、最新にすることはセキュリティを保つためにとても重要です。ぜひ今回紹介した設定を活用し、より快適な Windows 11 ライフを楽しんでください。